福島ゲームジャムとは2011年から NPO 法人イグダ日本が福島県で開催しているイベントでゲームジャムの一種である。プログラマ、ゲームデザイナー、ゲームアーティストなどのゲームクリエイターが集い短時間でゲームを制作する。東北地域と東京のプロゲーム開発者、さらには他地域との広域連携を通して国境を越えた産業連携を進め。 復興に寄与することを目的としている。ゲームジャーナリストで、イグダ、日本支部代表の新し清氏が2011年春に行われたグローバルゲームジャムに初参加。48時間で1500本ものゲームを完成させるイベントの熱気を東北復興に役立てたいという思いから、ツイッターで開催に協力してくれる会社の募集を呼びかけたところ、それに q リープが応え、 イグダ・ジャパンと旧リープの共同開催という形でスタートすることになった。イグダ・日本は7月30日から31日30時間のゲーム開発イベント福島ゲームジャム2016開催。参加者及び連携サテライト会場を募集開始、福島ゲームジャム2017以上日本。2020年2月14日閲覧。福島ゲームジャムはこうして始まった。 WISE Q 2020年2月14日閲覧。ありがとうございます。